皆さんこんにちは。賃貸まさきオリジナルキャラクターのまかすくんです。本日はハイツ松尾という物件の方に来ております。まずはこちらが玄関となっております。はい、こちらの玄関ですね、こちらの右手の方にこういったスペースがありますので、シューズボックスなども置いていただけるような形になっております。そして水回りの方なんですけれども、はい、こちらが洗面スペースですね。まず、手前のところにはですね、こちら高さの変えていただける収納がついておりますので、とても便利に使っていただけそうです。そしてこちらが室内の洗濯機置き場、隣には独立の洗面台がございます。シャンプードレッサーもねついておりますので、はい、お掃除もね大変楽にしていただけます。そしてこちらがお手洗いになります。大きなねペーパーホルダーもついてまして、小窓もついております。とてもね快適で使っていただける水回りとなっております。そしてこちらがお風呂となっております。鏡もついておりますし、しっかりとね蓋まで使っていただけるサイズのお風呂ですね。こちらも、小窓や換気扇バッチリとついております。そしてお部屋の方へ参りたいと思います。まず、こちらがですね一つ目のお部屋、6畳の和室のお部屋となっております。そして収納の方がこちらですね。一間半分このような押し入れ収納となっておりますので、とてもね、便利に使っていただけます。はい、そして2つ目のお部屋、こちらがですね洋室となっております。こちらはですねお隣のダイニングキッチンとですねこのようにつなげて使っていただくこともできますので、かなりね広々と、はい、過ごしていただけるお部屋となっております。そしてこちら角部屋ということで、こちらのですね西側にも窓がついております。さらに収納の方なんですけれども、はい、こちらも洗面所とね同様に高さの変えていただける収納となっておりますので、細々としたものもねしっかりと収納がしていただけます。はい、そしてダイニングキッチンの方がこちらになっております。はい、約5畳から6畳とね、広さがございまして、キッチンの方がこちらです。木目調のナチュラルな色合いのキッチンですね。こちらに2口タイプのコンロも置いていただけます。収納もね、上下にこのようにね、しっかりとついてますし、換気扇も大きなものがついております。温度調節の方はこちらのね、リモコンで簡単に調節がしていただけます。そしてバルコニーの方はこちら、南向きとなっております。はい、こんな感じで。お部屋2つ分ねありますので、広々とお洗濯物を干していただくことができるようになっております。そして最後ですね、こちらが3つ目のお部屋ですね、洋室となっております。こちらは収納などございませんので、お部屋の広さをですねフルにご活用いただけるようになっております。最後にまかすくんよりお知らせがございます。奈良のもてなし太郎頃賃貸の先では、広報キャンペーン、ネット役サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。